静岡大学では学生に登校の自粛を呼びかけています。通常なら新入生を迎えて賑わうキャンパスも今は静まり返っています。学生も教員も校内への立ち入りを自粛しているため、キャンパスに人の姿はほとんどなく、ひっそりとしています。学生が集まる図書館は3密にならないように対応しています。連休明けから開館を 再開したんですけれども、貸し出しと返却のみ、料理店で言えばテイクアウト専門店のような形で今は開かせてもらっています。閲覧席につきましては、このように全て椅子を撤去したような形で長期滞在のないように、人が集まらないようにということでやらせていただいています。教室はがらんとしていて、本来の大学の姿はありません。学生はどのように過ごしているんでしょうか。こんにちは。こんにちは。静岡大学3年生の松の木克也さんです。兵庫県出身で今は一人暮らしをしています。基本的にずっと家にいて、食料とか生活必需品がなくなった時とかは買い物に行くんですけど、それがずっと家にいます。新型コロナウイルスの影響で3月初めから飲食店のバイト先は休業となり、実家にも帰っていません。こちらが本日の講義内容となります。パソコンの画面上で始まったのは大学の地震防災の授業です。静岡大学では先月30日から多くの授業を自宅で受けられるオンデマンド方式で行っています。教員が事前に録画した授業の映像を学生が都合のいい時間にアクセスして視聴します。いつアップロードされるか分かんない授業とかもあるので、それで、忘れたりとか、管理が難しいですね。やっぱり集中力が切れて携帯とか触っちゃったりとかするので、授業の時間が指定されていないため生活リズムが崩れてしまうといいます。部活もできないですし、今から就活を迎えるので、それもうまくいくのかが分からないですね。早く大学で授業を受けれたらなと思ってます。今後の授業はどうなるのか、須藤悟准教授に聞きました。3密にならないようにどうするかっていうことが結構今の時点ではポイントですので、対面でやっぱりやるっていうことも重要なことなので、どうやったら対面にできるかということを、その3密の防ぐという観点からもきちんと考えてですね、オンラインの教材なんかも活用しながら、また仕組み作りをしていくと思うんですけれども、コロナの影響で変わったのは学業だけではありません。それでは第3回目のオンライン部活を始めます。お願いします。お願いします。はい。静岡大学ダンス部は今月から週に2回オンラインで部活を始めました。ゆけからアツチュード、膝から先伸ばす、前行く。1年生大丈夫ですか？部長の吉川さんは画面に映る部員の様子を見ながら部活を進めます。しかしオンライン部活には難しい点がいくつもあります。デミポワンとポワンとデミポワンと戻す。ああ、切れた。切れちゃいました。はい、切れました。やっぱ一回切れちゃうと、はい、なんかこう気持ちも切れちゃうところありますか？そうですね。聞こえますか？他にも全身が映らなかったり、声が遅れて聞こえたりと、スムーズに進めることはできません。では、本日の部活は、これにて終了いたします。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。また土曜日に会いましょう。はい。何もやらないよりかは、こうやってオンラインでお互いの顔を見合ったりとか、話を、たわいもない話をしたりとか、一緒に体を動かしたりとかできるのは楽しいですし、やっぱり一緒にその場にいるっていうことがとても大事なので、それができないことはすごくきついですね。吉川さんたちは部活が再開できるまでオンラインでできる新しい部活の形を模索しています。